にちは、大島です。今回は、Google Chrome のインストールから始めていただきたいなと思っております。で、基本的にスマホだけで稼げるふうにやっていきますけども、基本的にはパソコンを使って、Google の Chrome の設定、もしくは商品管理の設定っていうのをパソコンを最初使って、やっていきます。で、まあ、全然パソコンを使わなくてもやる方法があるんですけども、まあ、Google Chrome を使ってですね、商品を管理していったり、もしくは Google の仕組みをいろいろ知ることによってですね、まあ、今後のビジネス、今後の人生にすごく役立つノウハウになってきますので、ぜひですね、Google をマスターしていただきたいなと思っております。で、ちょっとですね、最初の方はいろいろ設定とか細かい部分はあるかもしれませんけども、結局はスマホだけでできるようになりますので、まあ、そこをちゃんと頭に入れた上で、実践していってください。まあ、ここでつまずいていたら、スマホので売るところまでたどり着けませんので、ぜひですねクリアしていただきたいなと思います。で、最悪パソコンのやつができなかったとして も全く問題なくノウハウを使うことはできますので、まあ、それの方はパソコンがない方用のやつも別途ご用意いたしますので、その辺はご安心ください。まあ、それでは詳細の説明、テクニカルなところはですね、こういうふうに人物が喋っているような感じではなくて、まあ、画面でですね詳細の説明している動画がありますので、そちらで確認してぜひ進めていってください。で、準備が完璧に整ったら、あとは本当にスマホだけでできるようになります。まあ、大体ですね、合計でまあ10時間ぐらい、まあ、設定をしていただければ本当にすぐですので、まあ、10時間といってもですね、まあ、1日1時間2時間で、まあ5日ぐらい、その程度です。まあ、なので最初少しだけ頑張っていただいて、設定を終わらせていただいて、早くスマホだけで完結できるように頑張っていただきたいなと思います。それでは詳細の動画の方で頑張ってください。よろしくお願いいたします。